ストプロセス。はい、この動画では 2D 用のポストプロセス設定を解説していきます。ボリューム、はい、コンテンツの追加ボタンからビジュアルエフェクト、ポストプロセスボリュームを画面にドラッグ。右下詳細欄のトランスフォームの右の矢印をクリックして000に。ポストプロセスボリュームを選択した状態で右下の詳細欄を確認します。最初に確認する点として検索欄に INFI と検索をかけ、インフィニットエクステントアンバウンドにチェックを入れます。この設定はカメラがどこにいてもこのポストプロセスの影響を受ける設定で、チェックがない場合はこのボリュームのボックス内にカメラがあるときだけポストプロセスの影響を受けます。チェックを入れたら上から順に確認項目をチェックします。まずレンズの項目、ブルームの色位置を1以上にします。明るい要素の周りをぼんやり光らせる効果を制限します。次にエクスポージャーの露出補正を 0.0 にします。若干明るく補正がかかっている効果を外します。ミン EV100 と MAXEV100 を 0.0 に。ここは自動露出の効果範囲の指定なのでプロジェクト設定で自動露出をオフにしてあれば関係ないですが、何かと問題になりやすい要素なので念のため0にしておきます。次にイメージエフェクツのビネット効果強度を 0.0 にします。画面端が若干暗くなる要素を省きます。残り2つがカラーグレーディングのミスクの中の色域拡張とトーンカーブ量を0にします。この辺りが色味が変わって見えていた要素になります。一覧するとこの7点、テクスチャーの色がそのまま表示されているように見えると思います。単純なレトロ調ではない形にしたい場合はこの辺りの数値を戻してみたりして自分好みの値を設定してみてください。色がまだおかしい場合はテクスチャーの設定を確認し直してください。色味の調整ができたので次はエンハンスドインプットを設定してキャラクターを動かしたいと思います。